一回このまま戦って死んで次からが本番だからマジで。いくぞ。うおお。こっから動いちゃダメなんだよ。スバルはちょっと勝手に勝手に動く。ねえこれ8人でもさ勝手に動くんだけど。やばい、勝ちたい勝ちたいという強い気持ちが。今作ったやつニコニコだろうな、どうせお前これ取りに来るんでしょみたいな。
方でしょ。
死んだ。ちょっと待って、これとかちょっと待ってイエーイ。なんかよくわからんけど死んだ。なにこれ大丈夫、これなんか倒せちゃった、倒せちゃったえ、ただあのとんでもなくあの特攻で効いちゃうんだなっていうのはわかった、エアーマンえ、弱点武器をこれ選ぶことが、え、ごめんねスバルさん、本当にこれでもコメ欄ないと、コメ欄がないとマジでクリアできないからちょっと見ちゃうんだけど、ごめんね。でもちょっと次はさすがに自分で行くわ、さすがにね。ちょっとえ、今何が起こったのか全く理解できなかったけど、なんか死んだ。はい来た、はい来た、ナイス、めちゃめちゃいいです。いやーエアーマー、ほんとエアーマー、いっちゃえ。待って、お前とどんな感じ。あ、なるほど、そういう感じね、そういう感じね。なるほど、ジャンプした時に。おい待て、これメタルマンだろ。ちょっと待って、こいつねエアーマンじゃない。ごめんエアーマンだわ、ちょっとごめんエアーマン、こいつエアーマン。やばい、あのさ待って、結構さ、つまりさ初めてこれやったんだけど、あれなんだね、ロックマンってぶっ壊れゲーなんだね、これ。びっくりしたんだけど、弱点やばくない、びっくりしたんだけど今。え、これさえ、これめっちゃ思ったんだけど、これあのもうあれなんだよね、弱点ゲーなんだなこれって思った。結構これやっぱすごいねえ、でもなんかだからこそいいのかもしれない。これねボスめちゃめちゃ難しくて、弱点わかんなかったら、え、割とやばいと思うマジで。なんかこの爽快感がロックマンのいいところなのかもしれない。なんかこれね、あのゲームねしてないとやった方がいいよ、めちゃめちゃ自信つくこれマジで。いやめっちゃ便利まあね、もう今の絶対切り抜くなよね、今の切り抜かないで、今のは切り抜かないで、今のはちょっとあのおばあちゃん子のね片鱗が出ちゃったんですけど、今のは切り抜かないでマジで。シュ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 、来たー、来た、行かない。残機は、残機に来た、行けバブルマン、お前ついに活躍を見せるんだ、いけバブルマン。行くぞ、なんだこのカロリーメイドみたいなやつ、痛い痛い、熱い、消化、痛い、行くぜ、連打してりゃなんとかなる、本当信じるよ。こいつ惜しいね、マジでたまらねえ、このねクリアした感じやばい、これちょっとほんとみんなやった方がいい、え、アクション苦手な人ほどロックマンやった方がいい、これスバルの動画見てでもいいから、弱点知った状態でやったら、え、めっちゃこれマジでやった方がいいよ。